玉座のナポレオンはフランスの画家ドミニク・アングルが体冠式の衣装をつけたナポレオン一世を描いた肖像画ロベール・フェーブルによる体冠衣装のナポレオンレパウサニアス・フランセの彫刻特集から引用アングルの作品同様1806年のサロンに出展された描かれているのは皇帝としてのナポレオンである体冠式の衣装をつけて 肘掛けに造毛の玉が飾られた丸い背の王座に座っている。右手にはシャルルマーニュの尺、左手には正義の手の尺を持っている。頭につけた金の月桂樹の冠はカエサルが着用したものに似ている。レジオンドヌール勲章の大きな首飾り章の下にはアーミンのフード、金紙の刺繍が施された白いサテンのチュニックを着用、アーミンで 裏打ちされたシンクのベルベットのマントは、金色の鉢で装飾されている。即位式用の剣は鞘に収められ、絹のスカーフで吊り下げられている。ナポレオンは、金で刺繍された白い靴を履き、クッションの上に足を乗せている。王座の下のカーペットには、片白足が描かれている。左下に、アンブラ、P サイト、右下に、アンナンバーワン806の署名がある。 玉座のナポレオンは1806年のサロンドパリに玉座の皇帝陛下として作品番号272で展示され立法院が購入したと記録されている。同じサロンでロベール・フェーブルが体感衣装のナポレオンの肖像を展示している。1815年にアングルの絵はルーブル美術館に移された。ルーブルの目録の作品番号は当初は MR2069。 現在はアイエンベイ五千5 4 2 0となっている。1832年にはフォービン白爵が玉座のナポレオンをホテルでザンバリットの最初は教会に1860年には図書室に展示した。現在は軍事博物館に展示されている。収作ではもっと広く確保されていた作品の右上部分は幅に合わせて切られている。この部分には強量、 エステ、ロンバルディア、ベネツィア、サボワの紋章のついた盾が、いずれもイタリアの王冠をいただいて並んでいる。ここからセバスティアン・アラールは、作品を移植したのはイタリアの機関で、ナポレオンを皇帝ではなく、イタリア王国の王として表現したのだが、初めの移植者は、その革新的な象徴表現を嫌って、受け取りを拒否、そのために、 立法院がこの絵を入手することになったと仮説を立てている。フーベルトとヤンのファンエイク兄弟によるイエス。ヘントの祭壇画のパネルがより、この肖像画の正面性は、ペーディアス作のオリンピアのゼウス像を連想させる。そのポーズは、数多くの支配者像にとどまらず、キリスト教の図像のモデルにもなったという。アングル自身もまた、このポーズを、ゼウスと、 テティスという作品に使用した。モントー版美術館の聖杯には着席する工程を描いたビザンティン様式のパネルがあり、この工程像をアングルは直接的にモデルにしたと思われる。美術史家ロバート・ローゼンブラムはアングルの描いた肖像画のモデルはヤンファンエイク作ヘントの祭壇画の父なる神の姿であると考えた。ヘントの祭壇画はアングルが 玉座のナポレオンを描いた当時は、ルーブル美術館に所蔵されていた。当時の批評家、ピエール・ジャンバティスト・ショサールは、玉座のナポレオンのアングルの様式と、後に、ブルッヘのヤンと呼ばれた、ヤンファンエークの様式とを比較している。玉座の皇帝陛下について、著者はこれらの絵の説明をしなかった。我々は、最初、皇帝の肖像画だと考えた。これほどの才能、完璧な線。 細部への徹底的な配慮をもってして、アングルが打作を制作するはずがあろうか。その答えは、彼が非凡な何か、驚異的な何かを求めていたということである。人は、必ずしも、踏み固められた小道を一歩ずつたどるわけではない。しかし人は、険しい方の道を選び取るべきでもない。ヤギのように敏感な心の持ち主は、露出した岩の上の球児だけが、喜びとなる。 良き心は確実で安全な道を選ぶことからなる。そしてそれこそ巨匠らが経験に助けられながら選んできた道である。そこから外れると人は道に迷う危険を犯すことになる。同様に建設の分野では特別なものへの美しい情熱のためフランチェスコ・ボロミーニやジルマリー・オプノールがすべての鮮明芸術を完全に邪道に導いてしまった。それでも この堕落趣味の暗室者は古代の傑作や目の前のイタリアの傑作を手にしていた。別方面でゴシックに劣らず忌々しいのはアングルがブルエのヤンの様式を復活させ芸術を4世紀も後退させて我々を洋蘭期に押し戻したも同然なことだ。しかしこの洋蘭の芸術には少なくとも素朴さと真実とがあったし、 このシステムによってのみ芸術家は描き方を知ることができた。彼らはそれ以上に優れた作品を生むことができなかった。サロンの評判に耳を傾けたところ、その感想は芸術を知る者も大衆もほぼ同じであった。まず絵を一別してわめく者もあれば、その構成や配置をあざける者もいた。それから絵に近づくと、凝った仕上げや布地の表現の正確さを称賛する。 しかし再び画家がこれほど異様な効果を狙ったことに不満を感じるようになる。まずなぜ皇帝の肖像なのか。それは最も理解しがたいことである。玉座重厚で尺を手に持つことは幸運なことに達成されていない。画家は残りのゴシックのメダイオンでも同様の姿勢であったという。皇帝の頭部については太りすぎているし、全然似ていないし。 色も間違っている。繊細な筆使い、仕上げの丁寧さ、溶け合った色調にもかかわらず、幾分無味乾燥で、効果も薄く、カンバスを飛び出してくることもない。しかし、アングル自身は次のように明言している。私はブルーへのヤンを尊敬していて、多くの点で自分も彼のようでありたいと願っている。しかし、それでも彼は私の画家ではないのだし、 適当に彼を引き合いに出しただけだと考えている。画面左のカーペットの縁取りには、王道十二星座のメダイオンとともに、アングルが最も称賛した画家ラファエロ・サンティ作の、小イスの聖母模様のメダイオンもある。アングルは、子供と遊ぶアンリ4世や、ラファエロ・トラ・フォルナディーナなど、自分の作品の背景に、また、リビエール氏の肖像のように、モデルの前のテーブルに、 この作品を取り入れることで、ラファエロに敬意を表している。サロンで、作品は市民に不穏な印象を与えた。それは、アングルの得意な表現スタイルのためだけではなく、カロリング調を思わせる、ナポレオンの体感衣装が描写されていたからである。翌年に、自身の作品、ナポレオン一世の体感式と、後妃、ジョゼフィーヌの体感を仕上げるダビットは容赦のない、判断を下し、 批評家は一様に敵対的だった。色彩の矛盾を見つけて誤りを指摘し、彫刻的な安定感や輪郭の精度を求め古典様式の荒探しをした。1806年、ピエール・ジャンバティスト・ショサールはレ・パウサニアス・フランセでアングルの様式をゴシックだと非難した。トルバドゥール様式はこの時が始まりである。芸術史屋のマージョリー・コーンは当時、芸術史は 学級的な調査が始まったばかりだった。芸術家と批評家はそれぞれ共鳴し、解釈し、自分たちが歴史的文体の発展として受け入れ始めていたものを利用する試みで互いをしのいでいたと記した。ルーブル美術館はナポレオンがベルギー、オランダ、イタリアの戦役で新たに得た略奪品で満ちており、19世紀前半の芸術家たちは学び比較し、 古来の傑作を模写して、ヨーロッパ絵画の歴史全体に触れる機会に、先例のないほど恵まれていた。その経歴の初期からアングルは、自分の主題にふさわしい歴史様式を選択の、作品から自由に取り入れては、過去を略奪すると批評家に批判を浴びていた。セバスティアン・アラード、ノート8イン、ザ・カタログ・オブ・ザ・エキシビジョン・ポートレーツ・パブリックス。 ポートレーツ、プライブス、パリ、ギャラリーナシアナルジュグランドパレ、2006から 2007D、ターノ、アングラ P18R、ローゼンブルームアングラ、P68 ピエールジン、バティスト・ショウサード、レ、パウサニアス・フランセ、エイタ・デアーツ・ジュデッサン・ EN フランス・アイル、オーバー・チア・ジュジックス、シエクル、サロンデ1806、P177 から180、 クエテッドトラレイティのインティンター、カニスビー・エトール、1999、P70D、ターノイ・オーパス、CIT、P17 ハット・ティンター、ゲイリー・カニスビー、フィリップ、エトール、ポートレイツ・バイ・アングラ、イメージ・オブ・アン・エポック、ニューヨーク、ハリー・エヌ・エブラムス、インク、ISBN0 から3 0 0ロ8 6 5 3 9 P68、アリカ、アビグドー J.A.D. Angler, 50 Life Drawings from the Museum m of Fine Arts, ISBN 0-890900361-P103 c o o n d コンドン、パトリシア、エトール、インパースートオブ of p e r f e c The i o n t Art of J.A.D. Angler, Louisville, The J.B. Speed Art Museum ISBN 0から9612276から0から5、P13、Tinta, Gaylee Cannisbee, Philip, Etol, Portraits by Angela, Image of an Epoch, New York, Harry N. A. Brams, Inc., ISBN 0から 300086539,P27。ありがとうございます。